はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。シリーズおうちで簡単です。今日はトマトソースを作っていきたいと思います。トマトソースはですね、第1号で紹介しているんですけど、今回は作り方の紹介ではなくて、こっちのフレッシュのトマトとこっちの缶詰のトマトの食べ比べをやってみたいと思います。日本でトマトっていうと1個あたり結構高いんですね。中国みたいに野菜が安くないので、まあね、5個も6個もポンポン買って贅沢にソースにするっていうのもなかなか難しいんじゃないかなと。まあその一方で、こういう缶詰のトマトっていうのは1缶あたりが大体100円切って売ってたりするので、まあ結構こういうカットトマト、ホールトマトを使って作ってる人っていうのは多いと思うんですけど、じゃあ結局どっちが美味しいのかって、まあ、比べたことは僕もなかったんですね。なので今日は、こっちのフレッシュのトマトとこっちの缶詰のトマトを同じ条件でトマトソースを作ってみて、どっちが美味しいのかを比べてみたいと思います。はい、使うトマトは栃木県産の不揃いトマト、まあ、特にブランドはない普通のトマトですね。缶詰の方はカットトマト、暮らし良好と、産地はどこなのかな、イタリアって書いてますね。スーパーで75円ぐらいで、まあ、安売りしてたので今日たくさん買ってきたんですね。こっちのフレッシュのトマトの方は下ごしらえが必要なので早速進めていきたいと思います。はい、まずは皮を湯むきするための下ごしらえです。このトマトのてっぺんの方に包丁で十字の傷を入れていくと。はい、お湯を沸かしたらトマトをお湯の中につけます。ちょっとね、お湯の中でこうやってコロコロ転がしてあげるとすぐにトマトの皮がペロンとむけるので、これで OK です。このようにお湯から上がったトマトの皮をむいていきます。皮のところに旨味と栄養があるっていう人もいると思うんですけど、これはやっぱり好みだと思うんですよね。どうしてもトマトの皮って結構口の中に残る感じがあると思うんですよ。僕はその食感の悪さがあまり好きじゃないので、トマトの皮はソースを作るときには除くようにしてます。はい、ヘタの部分は邪魔になるのでこれも切って取り除きます。僕は結構この部分も嫌いなのでいつも取り除くようにしてますね。切ったらミキサーのこの中にどんどん入れていきます。はい、トマト全部入れました。もうパンパンですね。ちゃんと回るかな。はい、こんな感じでフレッシュのトマトのジュースができましたね。これの重さを測っておきましょうか。はい、トマトの量りですね。はい、フライパン込みでぴったり900ですね。では次、こっちのカットトマトの方も同様にジュースにしていきます。あ、結構ドロッとしてるね。もうこのまま使ってもいいのかな。まあ、ちょっと塊があるから一応ミキサーにかけておきましょうか。もう一個いけるかな。はい、それでは同じフライパンに開けていきます。こっちの重量はどうでしょうかね。はい、あ、ちょっと重いね。戻しましょうか。フレッシュトマトの方が900だったので同じになるように。はい、そんなわけで同じフライパンに同じ重量のトマトジュースが用意できました。こちらがフレッシュのトマト、こちらが缶詰のトマト、これから2つを同じ条件で加熱していきます。では加熱開始です。はい、フレッシュトマトのジュースを煮込んでソースにしました。粘度はだいたいこんな感じですね。次は缶詰トマトの方を煮込んで同じぐらいの粘度のソースを作りたいと思います。はい、では加熱開始します。はい、缶詰トマトのジュースも煮込んでソースになりました。だいたいですね、フレッシュトマトのソースの半分ぐらいの時間でこんな感じになっちゃったんですね。はい、こんな感じで2種類のソースが出来上がりました。こちらがフレッシュトマトのソース、こちらが缶詰トマトのソースです。まずですね、パッと見た目からなんですけど、ソースの出来上がりの量に差が出ましたね。同じ重さでスタートしたはずなんですけど、同じ粘度のソースに仕上げようと思うと缶詰トマトの方が
煮込む時間が短かったんですね。その関係もあると思うんですけど、缶詰トマトの方がソースの出来上がりが量が多いです。僕がいつもトマトソースを作るときにはトマト以外にも玉ねぎとかセロリとか人参を入れるんですけど、今回は単純にトマトの比較だけをしたかったのでそういったものは入れてません。それでは食べ比べてみましょうか。まずはフレッシュトマトのソースから。ああ甘い。あの酸味はありますけどすごく甘くていいソースですね。これ玉ねぎとか入れなくてもそのまま使ってもいいかもしれないですね。はい、次缶詰トマトのソース。美味しくない。酸っぱいし甘くない。明らかにねこっちの方が美味しい。あんまり美味しくないねこれ。こっち食べた後だったらなおさらだわ。栃木産のトマトとイタリア産のトマトってこんなに差が出るもんなの？全然味違うよこれ。どうしよう、この缶詰めっちゃ買ったんだけどさ、これ食べ比べちゃった後にこのソースでパスタとか作りたいっていう気分にならないんだよね。味がここまで違うってことで価格も当然違うんですよ。こっちのフレッシュトマトの方は確かトマトが4つ入ってて298円だったんですね。こっちの缶詰の方は1個75円ぐらいの缶詰だったんですよ。で缶詰使ったのは1個半ぐらい使ったのかな。そう考えるとこれらのソースには原材料費だけで2倍ぐらいの差があるんだよね。まあ、こっちのソースがこっちの2倍の値段だって言うんだったらやっぱりこっちは美味しくなきゃいけないと思うんですよ。いやでもさ、4個で300円のトマトを買ってさ、こんな風にソース作って、このソースの量じゃいいところパスタにしたら2人分だからね。こっちはトマトの価格だけでも半分なのに出来上がりがちょっと多いから3人分ぐらいいけそうなんですよね。そう考えちゃったらやっぱりねこっちってねコスト高いんですよ。そういうこともろもろ含めて考えるとキューピーのパスタソースが売れるっていうのもよくわかるんですよね。まあ、今回の結論なんですけど、日本国産の良質なトマトが安く手に入るんだったらソースにするなら絶対そっちを使った方がいいと思います。イタリア産のこういう安い缶詰のトマトとかでソースは作らない方がいいでしょうね。単純にトマトだけを比べると美味しいのは全然こっちなんだけど、こっちのソースにだって玉ねぎとか人参とか入れていけばどんどん甘さは引き立ってくるので十分に美味しいトマトソースは作れると思うんですよ。安いコストでこういった手作りを楽しみたいっていうんだったらイタリア産の缶詰のトマトを使うっていう手もありだと思います。はい、そんなわけで今回は日本産のフレッシュトマトとイタリア産の缶詰トマトでトマトソースを作っての食べ比べでした。缶詰のトマトがスーパーで安かったのでこれたくさん買ってきちゃったんですよ。こうやって食べ比べちゃうとこの缶詰のトマトでソースを作りたいという気持ちをちょっと失せちゃいますね。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。